友野和樹は、日本のフィギュアスケート選手。大阪府堺市出身。血液型は B 型。主な戦績は、2018年世界選手権5位。2018年、ロステレコム杯3位。2018年全日本選手権4位。2016年、全日本ジュニア選手権優勝。2016年ジュニアグランプリシリーズリブラナ、坂月3位。2017年。 US インターナショナルクラシック5位など、堺市立領南中学校、何は高等学校出身、2017年4月同志社大学スポーツ健康科学部に入学。2021年3月、同大学を卒業。4歳の時、フィギュアスケートをしていた母の影響もあり、近所にあった上野芝スケートリンクにてスケートを始める。ジュニア時代を、 ソチオリンピック代表で2014年世界選手権、銀メダルの町田ジュラともに、大阪府立臨海スポーツセンターで過ごし、厳しい指導で知られる、平家大人コーチの下で練習を積む。現在は、何はスポーツセンターを拠点として、練習をしている。同志社大学在学中は、スポーツに関するトレーニング方法や、心理学、栄養学を学んでいた。 大阪市内のスケートリンクで朝7時半から9時15分まで練習を行った後、電車で1時間半をかけて京都にある大学へ通学しており、夜は練習場まで再び移動してから2時間に及ぶ練習を行っていた。2018年12月、何はスポーツセンターの運営を受託しているセントラルスポーツとアスリートサポート契約を締結したことを発表した。 ジュニア時代はジャンプが苦手であり、3回転マイナス3回転のコンビネーションジャンプや、3回転アクセルを習得するまでに時間を要した。ジュニアグランプリシリーズの選考会でも3回落選をしており、結果が出るまでは苦労をしている。恋入賞と躍進のきっかけとなった世界選手権を、日本代表のプレッシャーによりマイナスな発言が、 多かったが、世界選手権5位の成績に見合った演技を辞に、化してしまい、本来の演技ができなかったと語っている。友野を指導する対来系大人コーチは、ジュニア時代にもジャンプの習得に時間を要したように、彼はいきなりは変わらない、一歩一歩の子と評している。世界ジュニア選手権や、グランプリシリーズ初出場となった、グランプリシリーズ NHK 杯、世界選手権等、 急遽補欠からの繰り上げ出場が多く、本人も補欠から突然出場するのは慣れているとも語っている。宇野昌磨の出場自体でチャンスを得た4、大陸選手権についても補欠の一番手に選ばれた時点で出場するつもりでいたと語っている。ラーメン好きを公言しており、自身のインスタグラムでも多数のラーメンを投稿している。5位入賞した世界選手権の帰国の際にも、 恋しい日本食として、ラーメンをあげている。ABC テレビの朝の情報番組、おはようコール ABC にて取り上げられることがあり、フィギュアスケート以外でも、友野と同様にラーメン好きな MC、横山太一がラーメンを紹介するコーナー、横山太一のメンバー化にもゲスト出演することがある。番組と、横山太一アナウンサーから、おはようコールファミリーと紹介されている。 2009から10シーズン、近畿選手権ノービス A クラスで3位、全日本フィギュアスケートノービス選手権 A クラスで13位。2010から11シーズン、近畿選手権ノービス A クラスで3位、全日本フィギュアスケートノービス選手権 A クラスで3位入賞となり、全日本ジュニア選手権出場を決める。初出場となった全日本ジュニア選手権では15位となる。 2011から12シーズン2011年、アジアフィギュア杯のジュニアクラスで7位となる。近畿選手権、ジュニアクラスで2位に入り、西日本ジュニア選手権大会に進出、7位に入り、全日本ジュニア選手権出場を決めた。全日本ジュニア選手権では9位となる。2012から13シーズン、近畿選手権、ジュニアクラスでは、昨年に続き2位。 西日本ジュニア選手権では4位に入り、全日本ジュニア選手権で10位となる。2013から14シーズン、近畿選手権、ジュニアクラスで初優勝を飾り、西日本ジュニア選手権では5位に入る。全日本ジュニア選手権で6位に入り、全日本フィギュアスケート選手権の出場を決めた。初出場となった全日本選手権では、ショートプログラム20位で、フリースケーティングに進出。 フリースケーティングで17位となり、総合で20位となった。2014年チャレンジカップのジュニアクラスで2位、入賞する。2014から15シーズン、近畿選手権大会ジュニアクラスでは4位、西日本ジュニア選手権では3位となる。全日本ジュニア選手権で4位。全日本選手権では、ショートプログラムで20位、フリースケーティングで18位、トータルでも18位に終わる。 2015年プランタンハイのジュニアクラスで2位入賞。2015から16シーズン ISU ジュニアグランプリシリーズの選考会を通過し、日本スケート連盟の強化指定選手に選ばれる。初参戦となったジュニアグランプリシリーズリガバイでは、ショートプログラムにて3回転アクセルを着氷するものの、コンビネーションジャンプのセカンドジャンプが回転不足となり、転倒。 三回転フリップが一回転となるなどミスが重なり11スタートとなる。フリースケーティングでは演技冒頭で四回転サルコーに挑戦するも回転不足となり転倒。続く三回転アクセルも両足着氷となるなど、ジャンプでのミスが目立ち13位、トータルでも13位とほろ苦い、ジュニアグランプリシリーズデビューとなった。全日本ジュニア選手権ではショートプログラムにて、 コンビネーションジャンプにミスが出るものの3位スタート、フリースケーティングでは4回転サルコーを着氷させるなど3位となり、トータルでは山本壮太に次いで2位に入賞する。全日本選手権ではショートプログラムで全てのジャンプを着氷させ12位、フリースケーティングではジャンプにミスが重なりスピンでバランスを崩すなど演技をまとめきれず17位、トータル16位となる。 世界ジュニア選手権で日本男子シングルは3つの出場枠があったがエントリーしていた山本壮太が出発直前の練習で右足首の骨折により辞退したため急遽出場することになった代役として出場した世界ジュニア選手権ではショートプログラムにて自己ベストを更新して20位でフリースケーティングへ進出フリースケーティングでも自己ベストを更新し12位 トータルでも自己ベストを更新し15位となる。2016から17シーズンジュニアグランプリシリーズ参戦2年目のジュニアグランプリシリーズ横浜ではショートプログラムでジャンプの着氷が乱れるなど細かいミスはあったものの自己ベストを更新して6位。フリースケーティングでは4回転サルコーや3回転アクセルを着氷させるなど自己ベストを大きく更新し3位に入り、 自身初の200点超えを記録して、トータル4位となる。続く、ジュニアグランプリシリーズリブラな坂月では、ショートプログラムで3回転アクセルを成功させるなど、すべてのジャンプを着氷、自己ベストを更新して5位スタート。フリースケーティングでは、ジャンプの着氷が乱れるなど細かなミスはあったものの、演技をまとめて3位となり、トータルでも3位と、 国際スケート連盟主催の公式大会で初の表彰台に立った。全日本ジュニア選手権ではショートプログラムで全てのジャンプを成功させて、首位スタート、フリースケーティングでは4回転、サルコーの着氷が乱れたものの、その後のジャンプを着氷させて1位。全日本ジュニア選手権初優勝を果たし、2期連続の世界ジュニア選手権への出場を決めた。 全日本選手権では、ショートプログラムで演技後半の3回転アクセルを、加点付きで成功させて、6位スタート。最終グループでの演技となった、フリースケーティングで4回転サルコーを加点付きで決めるなどし、出場したジュニア選手では最高の5位となった。長野銀霊国体のフィギュア少年男子及び、インターハイでは、優勝を果たす。世界ジュニア選手権では、 ショートプログラムで3回転アクセルで転倒するなどして14位と出遅れたがフリースケーティングでは3連続のコンビネーションジャンプを成功させるなどまとめた演技を見せて7位となり総合では9位となった2017から18シーズンシニア初戦となるチャレンジャーシリーズ US インターナショナルクラシックではフリースケーティング冒頭の4回転サルコーで転倒するも その後の3回転アクセルなどジャンプをまとめ、躍動感のある動きで会場を沸かし、ショートプログラムフリースケーティングともに自己ベストを更新し、総合五位となった。グランプリシリーズ初戦にあたる NHK 杯には出場予定だった村上大輔が病気で欠場となり、友野が代打出場、ショートプログラムで3回転アクセルを決めるなど、自己ベストを更新し6位発進となる。 フリースケーティングでは2本目の4回転サルコーで転倒するものの最後まで集中を切らすことなく演技をまとめた。フリースケーティングでの自己ベスト更新とはならず順位を落としたものの合計ポイントで自己ベストを更新しな位なとなった。全日本選手権ではショートプログラムにて冒頭の4回転サルコーの着氷が乱れ5位スタートとなる。 フリースケーティングでは4回転サルコーマイナスに、回転トーループのコンビネーションジャンプを成功させるも2本目の4回転サルコーが2回転になる失敗その後のジャンプを着氷させるもフリースケーティングでの得点は1 5 3 0 5に止まり合計231.21点の4位自己最高位となるもピョンチャンオリンピックへの出場は叶わなかった 2018年世界選手権5位世界選手権は補欠2番手だったが代表に選出されていた羽生譲が右足首の怪我のため欠場補欠1番手の村高人も出場自体を発表し繰り上げで初の世界選手権出場が決まった世界選手権ではショートプログラムで全てのジャンプを成功させスピン全てでレベル4を獲得 自己ベストを更新し11位につける。フリースケーティングでは、冒頭の4回転サルコーマイナス2回転トーループで着氷が乱れたものの、続く4回転サルコーと3回転アクセルマイナス3回転トーループを5へ1点以上の加点付きで成功。演技後半の3回転アクセルからの3連続のコンビネーションジャンプを決めるなど演技をまとめ、自己ベストを大きく更新。 トータル256.11点獲得で5位入賞と大検討し、翌年の世界選手権の出場枠、3獲得に大きく貢献した。また、世界選手権の成績により、グランプリシリーズ2大会の出場資格を獲得したため、特別強化選手に指定された。2018から19シーズンシーズン初戦は、チャレンジャーシリーズロンバルディア杯に出場。ショートプログラムでは、 冒頭の4回転サルコーを着氷するも3回転フリップで転倒。3回転アクセルは5位2点以上の加点で成功し、スピンとステップでレベル4を揃えたものの、コンビネーションジャンプの失敗が響き75.47点で5位スタートとなる。フリースケーティングでは冒頭の4回転サルコーは回転不足となり転倒。 二回目の四回転サルコーも二回転となり、三連続のコンビネーションジャンプでも三回転サルコーが二回転となるなどジャンプでのミスが続き、演技後半のコンビネーションジャンプ2本を着氷させるも、得点は伸ばせず141.27点で5位、トータル216.74点で5位となった。グランプリシリーズ初戦は、第2戦のスケートカナダに出場。ショートプログラムでは、 4回転サルコーを成功、続く3回転フリップマイナス3回転トーループの連続ジャンプも加点付きで成功させるも演技後半の3回転アクセルの着氷で手をつくミスがあり、スピンステップでも制裁を書き81.63点で9位となる。フリースケーティングでは4回転サルコーの着氷でバランスを崩し、続く4回転サルコーも回転不足で転倒。 三回転アクセルからの三連続ジャンプは着氷するも演技後半の三回転アクセルで着氷に失敗三回転フリップに三回転トーループをつけてリカバリーをするも冒頭二回の四回転ジャンプを決めることができずフリースケーティングでは139.20点に止まり10位トータル9位となったグランプリシリーズ二戦目のロステレコムイではショートプログラムにて 冒頭の4回転サルコーは回転不足を取られるも着氷、続く3回転フリップマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプと5へ2点以上の加点付きで3回転アクセルを成功させるなどルール改正後の自己ベストとなる82.26点を獲得して4位につける。フリースケーティングでは4回転サルコーマイナス2回転トーループで着氷が乱れたが続く。 単独の4回転サルコーを成功、3回転アクセルからの3連続ジャンプへとつなげた。ジャンプでの回転不足はあったものの、スピンはすべてでレベル4を獲得、フリースケーティングでもルール改正後の自己ベストを更新して3位、トータルでも238.73点獲得と3位に入り、グランプリシリーズ初の表彰台となった。 世界選手権の出場をかけた全日本選手権では、ショートプログラムで冒頭の4回転、サルコーの軸が斜めに傾き回転不足となり、転倒、3回転フリップマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプと3回転アクセルを着氷させるも、スピンでのレベルの取りこぼしもあり、73.93点で7位と手遅れる。巻き返しを期して臨んだフリースケーティングでは、 冒頭の4回転サルコーマイナス2回転とループを5位2点以上の加点で成功させるも続く単独の4回転サルコーが回転不足となり転倒演技中盤のステップシークエンスで盛り上げるも演技後半の3回転アクセルでステップアウト3回転フリップからの連続ジャンプで着氷が詰まりセカンドジャンプが回転不足になる等のミスが出る 得点は154.37点でフリースケーティング3位と追い上げたがショートプログラムので遅れが響きトータルスコア2 2 7 4七点で4位と2年連続で表彰台に届かなかった全日本選手権の成績により4大陸選手権と第29回ユニバーシアード冬季競技大会の代表に選出初出場となった四大陸選手権では 直前の公式練習で得点源となる4回転サルコーを含むジャンプすべてを着氷。自信を持って臨んだショートプログラムでは冒頭の4回転サルコーは着氷させるも回転不足となり減点3回転フリップで点灯しコンビネーションジャンプにつなげられずステップとスピンではレベル4を獲得するも得点を伸ばせず74.16点で12位と出遅れる。 フリースケーティングでは、最初のジャンプである4回転サルコーで、転倒、続く4回転サルコーが2回転となる。3回転アクセルからの3連続ジャンプは、加点付きで成功させるも、演技後半の3回転アクセルが1回転となり、3回転フリップマイナス3回転トーループの、コンビネーションジャンプのセカンドジャンプで、両足着氷。 三回転ルッツからのコンビネーションジャンプでもエッジエラーとなるなどジャンプ7本中4本でミスとなる。ステップシークエンスでは会場を盛り上げたが得点は自己ベストを20点以上下回る132.25点で12位、トータル206.41点で12位と順位を伸ばせなかった。ユニバーシアードでは ショートプログラムにて4回転サルコーで着氷が乱れて手をつき回転不足の判定を受ける3回転フリップからのコンビネーションジャンプと3回転アクセルを成功させるも81.16.7位と出遅れたフリースケーティングでは冒頭の4回転サルコーから2回転トーループのコンビネーションにつなげたものの着氷が乱れ単独の4回転サルコーでも着氷が乱れて手を ついてしまう。三回転アクセルからの三連続のコンビネーションジャンプは着氷するが演技後半の三回転アクセルが1回転となるなどジャンプにミスがあり得点を伸ばせず151.75点で6位。トータルスコア232.91点獲得で6位となった。2019から20シーズンシーズン初戦はチャレンジャーシリーズロンバルディア杯に出場。 ショートプログラムでは、今シーズンよりプログラムに導入した4回転トーループで転倒。続くコンビネーションジャンプでは4回転サルコーで着氷が乱れ、3回転アクセルでも転倒。スピンとステップではレベル4を揃えるも、ジャンプでの2度の転倒が響き、61.69点で11位となる。フリースケーティングでは冒頭の4回転トーループで、 ステップアウト、続く4回転サルコーマイナス2回転とループを加点付きで成功させるも、3回転アクセルが1回転半となり、3回転ループの着氷が乱れるなど、前半のジャンプでミスが目立ち、後半の3回転アクセルからのコンビネーションジャンプや、3連続のコンビネーションジャンプを着氷させるも、141.39点で6位、トータル203.08点で7位となった。 グランプリシリーズ初戦は、開幕戦のスケートアメリカに出場。ショートプログラムでは、冒頭の4回転トーループの着氷の際に、左足をついてしまい、コンビネーションジャンプと認定されず減点。続く4回転サルコーはこらえて、着氷、3回転アクセルを成功させて、課題であったステップでレベル4を獲得するものの、コンビネーションジャンプの失敗が響き得点を伸ばせず、 75.01点で8位スタートとなった。フリースケーティングでは演技冒頭の4回転トーループマイナス3回転トーループの連続ジャンプを成功させるも続く4回転サルコーで着氷が乱れ転倒。コンビネーションジャンプの予定であった3回転アクセルでも着氷が乱れる。演技後半の3回転アクセルに3回転トーループをつけてリカバリー。 3連続ジャンプでは3回転サルコーが2回転になるなどの細かいミスはあったものの、ステップとすべてのスピンでレベル4を獲得するなど演技をまとめ、得点はフリー4位の154.71点。トータル229.72点獲得で5位となる。ショートプログラム上位選手の得点が伸びなかったこともあり、順位を上げた。グランプリシリーズ2戦目はロステレコムハイに出場。 ショートプログラムでは、冒頭の4回転トーループで転倒、続く4回転サルコーマイナス3回転トーループは着氷するも、セカンドジャンプが回転不足の判定を取られる。演技後半の3回転アクセルを加点2点以上で成功、ステップでレベル4を獲得し、今シーズン初めて80点超えの80.98点を獲得するも、7位スタートとなる。 フリースケーティングでは4回転トーループマイナス2回転トーループを成功させるも続く4回転サルコーは回転が溶けてしまい2回転となる演技後半での3連続ジャンプで最後のジャンプが2回転となり3回転フリップが2回転となるなどジャンプでのミスはあったもののステップではレベル4を獲得するなど演技をまとめて156.56点獲得で 自己ベストを更新して7位。トータル237.54点獲得で8位となった。世界選手権の出場をかけた全日本選手権では、ショートプログラムにて、冒頭の4回転トーループ3、回転トーループのコンビネーションジャンプのセカンドジャンプが、両足着氷となり、回転不足の判定を受ける。続く4回転サルコーは、回転が抜けてしまいに回転となる。 演技後半の3回転アクセルは着氷させるもスピンでのレベルの取りこぼしもあり73.06点獲得で11位と大きく出遅れる。フリースケーティングでは冒頭の4回転トーループマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプを成功。続く4回転サルコーも成功させると3回転アクセルマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプも成功させる。 3回転ループと3連続ジャンプの3回転、サルコーの2本で2回転となるミスはあったものの、国際スケート連盟飛行人ながら、自己ベストを上回る、フリー4位となる171.63点を獲得。トータルスコア244.69点獲得で6位と、ショートプログラムから順位を上げた。4大陸選手権は、補欠での選出であったが、代表に決まっていた。 宇野昌磨が海外拠点となったことを受けて出場を辞退したため繰り上げで2年連続の4大陸選手権出場が決定した2年連続での出場となった4大陸選手権ではショートプログラムにて4回転トーループマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプを成功続く4回転サルコーも加点付きで成功後半の3回転アクセルの着氷で若干 こらえ走ったものの、大きなミスなくまとめ、88.22点を獲得。目標としていた90点台には届かなかったものの、自己ベストを更新して、7位スタートとなる。フリースケーティングでは、冒頭の4回転トーループを成功させて、4回転サルコーマイナス2回転トーループの、コンビネーションジャンプを高い加点付きで成功させる。 演技後半の4回転サルコーが2回転になったものの3回転アクセルからの3連続のコンビネーションジャンプを成功させてフリー自己ベストとなる162.83点を獲得トータルでも目標としていた250点を超える251.05点を獲得自己ベストを更新して7位に入ったシーズン最終戦となるプランターハイに出場予定であったが 新型コロナウイルスの影響により派遣中止となった。2020から21シーズン新型コロナウイルスの影響で制限付きで開催されることとなったグランプリシリーズでは第6戦にあたる NHK 杯に出場予定であることが発表された。6種類の3回転ジャンプとトーループサルコーの2種類の4回転ジャンプを飛ぶことができる。グランプリファイナル進出と 世界選手権での表彰台を目指し、サルコー以外の複数の4回転ジャンプの習得を目指していたが、2019から20年シーズンより本格的にプログラム構成に組み込んだ4回転トーループは国内大会の原産サマーカップにて試合で初めて成功させた。北京オリンピックに向けて4回転ループにも取り組み、プログラム構成の難度を上げることにも言及している。現在、 練習では4回転ループ習得に向けて取り組んでおり、2020年4大陸選手権の公式練習で着氷させている。豊富な練習量により、フリースケーティング後半になってもスピードを落とさずに安定した演技を保つことができる。スピンでのレベルの取りこぼしが少ない選手であり、2018年世界選手権では、ショートプログラムフリースケーティングともに、すべてのスピンでレベル4を獲得している。 課題であったステップも2019年スケートアメリカではショートプログラムフリースケーティングともにレベル4を獲得している。ありがとうございます。